次はなかなか出口が見えないリニア問題ですリニア中央新幹線の工事で使う道路の整備をめぐり地元の住民から不満の声が上がっていることについて静岡市の田辺市長は行き通りを感じていると JR 東海の姿勢を批判しました率直に言っておこがましいことがありますよねこの JR 東海の市民説明会への物言いは 私は意気通りを感じています田辺市長が問題視しているのはリニアの工事に向かうトラックなどが通るトンネルをどこに掘るのかということです JR 東海は今月6日静岡市の伊川地区で開いた住民説明会で費用が安い川根方面にトンネルを掘りたいと説明したのに対し 地元側は市の中心部とのアクセスが良くなるように整備してほしいと主張しました私たちの企業としてはという説明これじゃ話になりませんね地元の思いとは大きな隔たりがあると思いますよ 一方で田辺市長はリティアの工事に絶対反対と申し上げたことは一度もないトンネルの整備がかなうなら地元の悲願でもあり協力に向けた話し合いの余地はあるとしました。